構ね大きいかと思ったんですよ。そしたら意外とそうでもなくてね、ちょっと嬉しいですね。ではい、それではね、とりあえず2号、研ぎまして30分ほどね、寝かしました。この電子ジャーと違ってね、30分水を吸い込ませるっていうのが大事みたいですね。早速じゃあ、火の方をつけていこうと思います。はい、ではね、とりあえず湯気が出なくなるまでは強火で、ただひたすら強火で炊いていくっていう感じです。はい、開始10分15分ぐらいかな、グツグツしていきましたね。はい、ではですね、湯気が出なくなったら火を止めるということなんですけど、そろそろだいぶ減ってきたんじゃないかなと思いますんで、ちょっと止めてみましょうか。はい、火を止めました。こっから10分蒸らすっていうことですね。はい、では10分蒸らし終わりましたので、早速開けてみましょうか。さあ、どんな感じかな。こんにちは。あ、そりゃ見えねえよね。そりゃ見えないです。そりゃ見えないですよ。いきますよ。はい、こんにちは。あ、ちね、ちょっとね、このね、このビルビルができてますね。あ、なるほど。あっちちち、ちょっとね、自分柔らかめが好きなんで、水は若干多めに炊いたんですけど、素晴らしい、素晴らしいです。ちょっとじゃあ丼にね、お茶碗というかね、丼の方が美味しく見えるかなと思うんで、丼に盛り付けてみましょう。はい、仕上がりはこんな感じです。非常に美味しそうに炊けました。満点ですね。では早速いただいてみましょう。いやー、うまそうだな。いただきます。うわっ、うまっ。うん、あのね、ジャーで炊くのより甘くて美味しいかもしれないです。うん、うまっ。うまっ。湯気が若干出てたんですよ。自分柔らかめが好きなんで、このぐらいがいいかなと思ってそこで止めたんですけど、固めが好きな人は本当に全然湯気が出なくなってからでいいと思います。で、おこげもできてなかったんで、もうちょっとね、湯気が出なくなってからちょっと強火にするとか、そういう工夫をすることによって、さらに好みに近づける味になるんじゃないでしょうか。自分はですね、初めてにして100点です。うまい。はい、ということで本日紹介しましたのは、コールマンのアルミ製ライスクッカーの紹介でした。以上です。ではね。